前島カノンは日本放送 CP 局アナウンス室所属のアナウンサー。群馬県瀬田郡新里村出身。2015年3月、群馬県立前橋女子高等学校を卒業後、同年4月に早稲田大学スポーツ科学部に進学。在学中から南式野球サークルのマネージャーを務めており、ゼミは平田武雄研究室に所属し、ニュースピックスのピッカーとして、 パラスポーツの情報発信をしていた。就職活動では元来からアナウンサー志望ではなく、口実の理由でアナウンサー職の就職活動の中盤から活動を開始して同局の内定を得ることとなった。2019年3月同大卒業後、4月にアナウンサーとして日本放送の子会社であるミックスゾーンに入社し、出向扱いで日本放送に所属。 同期は同じく同社所属、同局出向所属の熊谷実歩。同年4月28日、日本放送ザ・ラジオパークイン・日比谷の最終ステージ、ありがとう。ラジオパーク、日本放送番組祭りの終盤に熊谷と共に、リスナーへお披露目。研修期間を経て、同局の開局記念日にあたる7月15日、日本放送開局65周年。 記念特別番組、あなたとロックゴーの第4部日本放送ヒストリー2010年代編、そして未来への18時代パートの日比谷公演からの生中継にして初泣きデビューした。その後、草の三代よゆれワンダー4のお天気ワンダー4にてレギュラーデビューを果たし、以後、各番組での中継リポートや番組、アシスタントメインで番組に出演している。 ありがとうございます。